宗妃率いる魏軍は伊尹ダクダクと妲己の命に従い反乱軍の鎮圧を進めていた。しかしその裏では久瀬川で反乱軍の将郊外を逃がすなど着々とオロチの力をそぐべく行動していた。ある日天水が織田信長率いる反乱軍の襲撃を受け、宗妃はその討伐を依頼される。天水の奪取に戦略的な価値はない。信長の真意がどこにあるのかわからぬまま、宗妃は信長の討伐に向かうのであった。信長さんはなんで今頃攻めてきたんだろう。宗妃さんわかる？さあ、わかりかねる。信長さんの捕虜もこっちにはないし、会いたい人でもいるのかな、宗妃さん。さて、道成さん、戦況はどうかな。すでに南方に砦は陥落。現在3拠点で防衛中だ。じきに援軍が来る。それまで時間を稼ぐしかない。私と手合わせに行かろう。拙者が参る。せや、おいらに任せろ。おい、止められぬ。敵将打ち込んだんだ。これもやりますね。援軍は東、北、西の三方から来るんだって。拠点が落ちたら援軍が来られないかも。俺の攻撃、かわせるか。離れっぱなしでは終わらんぞ。
絶対だ。敵将討ち取った。俺もやりますぜ。なんとか守り抜いたようだな。どこからでもかかってこい。死ぬ一撃は重いぞ。耐えられるか。拙者が迷う。きっちり返せ。それやだ。山賊程度の反乱軍では無意味だと教えてやった。まだ分からんのならもう一度叩き潰して。オロチが元へ我が首持って行け。無才首などいらぬ。され。オロチの犬の情けこそいらぬわ。貴様にかける情けなど持ち合わせていない。この先を鑑みぬ安い命ならこの場で決してやってもよいが。敵将討ち取ってんだ。これもやりますね。ひとまず撤退だ。敵将討ち取った。これもやりますね。攻めがぬるい。撃て、たやせ。何を得ようと。加減はしない。全力で参る。これもやりますぜ。拙者が参ろう。本日の守りが手薄とでも言うんだか。出番に失礼。歓喜突入と。尋常に勝負。相手は進ませんぞ。拙者が参ろう。みんなの目を隠せ。信長に見せる。ならば我が部の神髄存分にご覧いただこう。未熟な戦をしてしまった。敵将討ち取ったぜ。これもやりますね。どうしては止められぬ。敵将討ち取った。俺もやりますぜ。ひとまず撤退だ。敵将討ち取った。敵将討ち取った。情けは無用。容赦なく潰せ。総士官が撃つは見届けたぞ。あれが織田信長。総秘殿はあの男をどのように見られる。信長の眼中に先の戦はない。あの男だけは違う次元で戦をしていた。しかもその目の端で私を見定めるとは不遜極まりない男よ。拙者にはあの男と殿の姿が重なり申した。何か通じるところがあるのやもしれませぬ。
教師さんと三成さんはこれから一緒に行動してもらうから。監視役というわけだ。監視役だなんて、ほら頭のいい人同士だし、きっとうまくいくだろうなって。それにしても人選を誤ったな。むしろこの男を監視した方がよい。そうだな、お前とくっつくぐらいなら誰かに監視される方がマシだな。やりにくい二人ね。